では皆さんおはようございます。おはようございます。本日はですね、プログラムとしましては、午前中がですね、中学高校の地学教育ということと、で午後の方が、地学天文教育のアウトリーチということになっています。で、午前中のセッションはですね、座長私畠山が受けたまっておりますが、ちょっと私最初に発表いたしますので、宮島さんにちょっと最初だけ発表いただきます。それとあと昨日から配られておりますアンケート用紙をですね、ぜひご記入の上最後お帰りになるときに受付のところに出していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、すみません、私の方から最初、こういうようなテーマでですね、ちょっとお話をさせていただきます。で、プログラムはですね、21世紀の理数性教育と理数教育ということになっています。まあ、実質同じなので、ちょっと ご勘弁いただきまして、最後に、同じだということが分かっていただけると思いますので、ちょっとお話ししたいと思います。で、本日はですね、ちょっと昨日とか、あと他の方とはちょっと違う視点というか経緯あれでお話をしたいと思います。でまず日本の学校の現状、それからこれはいいんですが、6月にですね、中教審の方で高校教育部会の方で日本の高校教育の方向性みたいなものはこうじゃないかというですね、審議のまとめっていうのがそういうのが出てますので、それはご覧いただければという感じで、いいと思うんですが、若干だけ止まって、で本当お話したいのはですね、これなんですよね。要するに我々はどういう戦略でいったらいいかというで、まず日本の学校では何が起きているかというとですね、読書問題ありすぎ、病気の問題はですね、子どもたちいろいろ問題を起こします。それから実質OECD のデータにもありますように、中学はもう完全にブラック企業状態です。それからいじめとか学級とか、これは発達障害も含めてです。でよく教員が指導力不足だとか言われているわけですが、それでですね、いっぱいいろんな要素あると思うんですが、わーっとこう書いていました。で、今最近言われているのが、小1の問題で、で、義務教育の就業年齢を一切下げた方がいいんじゃないかというのが文科省の言われたんです。で、なんでそうなのかというとですね、ちょっとこれ文科省の定義で発達障害のあれなんですが、こういろいろあって皆さんにご承知の方も多いと思いますので、ちょっとパスしますけれども、文科省のサイトにも出ておりますので、ご興味のある方はですね、ご覧いただければと思うんですけども、で実はですね、お茶大の佐久倉先生ってちょっと私この先生のお話も何回か伺って、今この定義っていうかあれではこうやって考えたらいいんじゃないかというので、広い意味でこれ発達障害でよく ADHD とかですね、アスペルガーって言ったりとかですね、いろんな症状があります。ディレイ症もですね、要するに知能の低下を伴っていないような自閉症の子っていうのも結構そういう子を出す学校現場には結構、実はですね、私の学校は私立ですけれども、いわゆる学習障害というですね、こういう子はそれ入ってこないようになっているんですが、入試があるところが、あとはみんなあります。これは、他人との関係を築けないなっていうのは至極当たり前ですし、で教員の話聞けないとかですね、視線を合わすことなんかできない、こういった一体話をするなんてことはですね、できないと思います。そういう子も多分平均的な公立の学校よりはかなり多いんじゃないかと思います。で、それがですね、どこに原因があるかっていうのはですね、これ日本は、そういう子どもが極めて増えているというのは以前から言われておりまして、でこれ私もですね、もう十数年も前になるんですけども、横浜市のこの保健所なんかを統括している担当者とお話を伺った時にですね、結構1歳6ヶ月健診で要観察とか
養成圏みたいなですね、そういう子どもたちが増えているというので、それでどうしてなのかというと、まあ、それは今あのかなり理由はこういろいろ言われているんですけども、とにかくそういう子どもたちがですね、増えていて、これが、まあ、実際1995、6年よりから増えている。だから今もう2014年ですから、もう20年ぐらい経ってますから、ですから今大学生もですね、多分大学で教えられている先生方もなんじゃこいつっていうのが結構多いんじゃないかなと思っております。で、そういう人たちをですね、まあ、それがじゃあ減ってるのか増えてるのかって、やっぱりこれ平成24年のデータの、これはあの、まあ、全国をバーッと見たデータを公開しても、1歳6ヶ月で全体の 11%、 3歳児でやっぱ全体の 10% ぐらいが、いろんな精神的な方のですね、あの肉体的なあれではなくてですね、要整形みたいになってる。で、これは以前に文科省の方で、普通の学校でですよ、あの知能の問題がある子どもたちではなくて、普通の学校で、実際発達障害ではないかというのは 6.3% で、東京都の調査は前に当てにならないのであれなんですけども、東京都はちょっと変なバイアスがかかるんですよね、どうしてもお分かりになると思うんですが、なんでお前の学校にはこんなの多いんだ、指導がなってないんだ、そうすると少なめにですね、データ出てる。これ高機能自閉症と考えられる生徒はこれは変わらないですね、児童はね。これは他人との関係は気づけない、そういうあれですから、教員の指導とは関係ないですね、とりあえず。はい、で、まあ、いろいろありましてですね、で、2012年にですね、これはやはり文科省さんの方で出して、やっぱりこれ 6.5%、学習でまた高校で生徒は生徒はこれぐらいです。で、実際ですね、通常の学級でのあれ、その内容を見てみますと、小1の問題ってどうして出てきてるのかってところなんですよね。で、実は、文科省さんの調査でもう約 10%、95% 信頼空間、信頼空間でいきますと、8.7 から 10.9、まあ、だから 10%、要するに10人に1人は、小学校1年生の時にいろんな問題がある。で、それがこう、ずっと上がってくるようになるんですね。でもちろんだ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 んですね、中学になればそういう割合がこう精神的にも発達してきますから、まあ減ってはくるんですけれども、ずっと残って、でそれでですね、でまあ教師がそういった中でいろんなこう孤軍奮闘するわけですけども、だけど教師はですね、自分の授業力が足りてんじゃないかとこう思ったりするんですが、本当はですね、発達障害の対応を知らないんじゃないか。で、脳がどうなってるかって、この発達障害のですね、原因をきちっと理解してその対処を知っていれば、かなり教員はストレスフリーになる、これに関してですね。だから必要なことはこれ、教員が知ることと、そういったことをですね、やっぱり社会、まあ、学校だけだと社会全体がですね、こう認識することだと思ってます。で、じゃあそういったものは本当に邪魔者なのかといったときにですね、この子たちってものすごくですね、こだわりが強かったりするので、逆にですね、我々はそれを逆手にとって、こういう子たちのやっぱり居場所を作ってやらなきゃいけない。で、とにかく小学校のときにですね、もうのレベルでも、もうクラスに数人はいますし、うちなんかの学校だと、そのこういうもうマニアオタク系でもうその世界にどっぷりなんていうのはですね、一クラス見たらですね、下手すると2桁くらいいるんじゃないかというぐらいこれは多いので、そういう子たちをこう逆に利用しよう。で、そしてその子たちの思っているノウハウ情報を一般の生徒に、フィードバックしていけばいいんじゃないか。で、そういう姿勢でいけば授業はもっとなんか生きてくるっていうとおかしいですけれども、まあ、授業崩壊とかそういうのも減ってくるんじゃないかということですね。で、それからあと小学校の就学年齢をですね、本当に引き下げるんであれば、これはですね、まあ、文科省の方ではそうしたいと思ってるんですけど、まあ、でも現状はやっぱり机に座られてることは無理なので、で、それで私たちはですね、何が得意かというとですね、外でいろいろやることが得意ですから、そういう自然体験を通じた上層教育から教科教育につなげていくような、そういうのもですね、小学校なんかに提案していって、どんどんですね実践していくっていうことは、これが我々の課題じゃないのかな
という具合に考えています。で、あとこれはですねちょっとおまけみたいなので、真偽をまとめようかとよく見ると、まあ、理科ということに関しては大きな変更というのは学習指導上においてもですねないんじゃないかと。ただ到達のテストというのは、まあ、これは達成度テストですか、これは高校でどうも実施しそうだ。でその疑問というかですね、高校教育って一体何をどこまで受け継ぐのかっていうのがですねあって、実は内容を見てみると、まあ、パッと言いますとですね、これ青で書いたのは、まあ、学力レベルの話 で赤で書いたのは、まあ、そういった生徒のですね、多面的な面をこう育てようとこういうわけなんですが、一体それをどこまで学ばさせるのかが実はよく読んでもわからない。うん、これは困ったな。で最後はですね、教員の質向上とか言ってですね、とか言ってですね、そういうのを言われてもとは思うんですが、まあ、今のところこういう状況になっているということですね。で、ちょっと急ぎますけども、それで地球惑星化教育がこの戦略はですね、どこに置かなくちゃいけないのかというと、これこういうのは必要であるというですね、支持者をサポーターを増やす。だからよく履修率が少ないとか言うんですが、だから学んでる人が少ないからこそ、ね、学んでみたら面白いとか役に立つっていう感動を伝える。で、とにかく最重要課題は納税者、まあ、将来の納税者も含めてですね、その理解を得ること。これをですね、我々やっぱ再認識しなくちゃいけないと。で、所詮ですね、教育界にしろですね、その研究機関にしろ、元は何なんですかって言ったら税金ですから、ですから納税者からのですね、支持をいかに得るかというですね、そこをちゃんと分かってないといけない。だから学校におけるプロモーション、宣伝活動、社会で宣伝活動のキーワードは何なんでしょうね。で、そういったものをですね、ちゃんと皆さんが再認識して、いろいろやっていくべきじゃないという具合に考えておりまして、で、私はキーワードはフューチャーアースだと思っています。地球惑星科学に関して。だからこれはもう、その持続可能社会とか、今の地球でのところで起こっている事柄、で、こういうのをですね、しっかりと理解してもらえるようなそういう教育をしなくちゃいけないんじゃないかと、まあ、小中高大を通じてですね。でこれウィキペディアの中にも出てるんですが、世界の人口とエネルギー量がこうなってこうやって増えていくよって、2035年はこのぐらいで、ところが先週でしたっけ、サイエンスかなんかに出てます、私もアブストラクトしか読んでませんけども、2100年には地球の人口は120億を突破するとか言って、そんなのそれだけの人口を維持できるのとかですね、まあ、国連の方で新しいなんかベース検定かなんか使ってデータ全部バーッと見直してやったらそのぐらい増えるぞみたいなのが出てましたので、ちょっとまだフルペーパーとか見てないんでわからないんですけども、そういうのもありますので、実はこれもっとこうなるのかわからないというですね。さあ、それでですね、そういった中でここに書いてある食料、エネルギー、水はとこういったことをですね、地球環境をやっぱりこう理解させるようにしなくちゃいけない。だから学校におけるのはですね、これが分かるように。で、特にですね、やっぱりですね、社会科との連携、共同先生があってですね、社会科の先生をですね、やっぱ取り込む。もうね、審判。で、そういうぐらいにして、我々はこういったものを宣伝していかなくちゃいけない。で、保護者にもですね、いろんなこと言わなくちゃいけませんし、それから他の科の教員へもですね、ちゃんともっと宣伝しようよ。だから、なんか、ね、昨日も出てますけど、部活でどうやって勝つのとか、そんな話じゃなくて、もう少しですね、学問的な内容もですね、お互いのこうで達学が必要だよ。それから、やっぱり感動を与える資料、あ、そうなんだっていうようなものを我々が作ってですね、特に私は中学校の理科の教員には配るべきじゃないかと思ってます。知らない人は全く知りません。中学校の先生知ってる人はまあね、興味がそっちの方に、ウォッチしてる人は知ってるんですが、そうじゃないと全く知りません。で、社会においてはですね、やっぱりですね、メディア通じてですね、そのテレビ番組の作成なんかにも積極的に関わってですね、いろいろやっていかなくちゃいけないし、政治家はですね、抱き込んでですね、防災は病になるんですかなんていうのを病になるように教育していくようなですね、ことをですね、やっぱり政策提言をもうやっていかなくちゃいけないだろうと。それから障害教育に関して言うと、やっぱりいろんな場でですね、この我々の審判を増やす。
でよくあの研究機関の人なんかしょうがないからアウトリーチなんかやれって言われてるからやってるみたいなのですね、発想を変えて、ね、これはもうはい喜んでというですね、どっかの居酒屋みたいな、あそういうあのあれでやっていただければいいんじゃないかなと。で一例をちょっと申し上げますと、今年のですね8月にですね、女子中高生夏の学校2010というのが、これはあの埼玉にあるですね、国の機関でやるんですが、女の子だけ集めるんです。なだれちゃうですね、女の子だけ。だからなんかこういうの検索でなんか跳ねられてるんですよ、ね、女子中高生とかだから逃げる。でもこれはあの実は男女共同参画の一つの狙いで、でこういう企画を国の方でやりまして、で全部あの丸がかえで呼んで、埼玉まで呼んで2泊3日かなでやらせたんです。でこれ8月の8日だったかな、あの男女共同参画委員会の方から JPGL としてるんで、畠山さんも何か言ってくださいとかって言われて、って言って、で何やるのって、何でもいいですって言われて、余計って言って、でいろんな学会とかですね、経験がさっき、40ちょっと今年あったと思いましたけども、でこれ午前中の防災系の野口さんがやってるやつです。で午前中はですね、自分が希望したあのその企画を、まあ、見るような形になるんですけど、午後何か言ってください、午後は展示です、しょうがないから私はあの鉱物とですね、有効中はですね、実態相談研究所に見せるって言われました。で、有効中はですね、私全然わかんないんで、早稲田の院生の女の子に何か持ってきてるって言って、飲んで見せました。そしたら、あの子供たちこんなの見たことないんで、ものすごく好評でした。ものすごく好評でした。で、なんか先生とか親がなんか採点するらしいんですが、展示の部門では、あの私どもの2位だったということは、とにかく絶対お土産を渡さないとダメ。で解説している鉱物の冊子と、それからあの紫水晶とペリドットのちっちゃい、あ、まあ、透明感のあるですね、結晶と、それから有効チューブと、これお土産あります。でまたあの愛してみてよ。でそうするとものすごい効果の、これは好評でした。だからこういう体験がやっぱり必要だということを。さあ、それでですね、ブログなんですが、すみません、お願いします。で、お手元にもお配りしたと思うんですけども、実は、理数系では何をやってるのか。で、10月26日、シンポジウムがあるんです。で、東京の一橋講堂のところで、内容はですね、この一番メインはこれなんです。まあ、国民のですね、共通教育としての理数教育のあり方、要するにフレームワークをちょっと考えようよ。で、今まではあの理数系学会とかいうのは、それは我々理学系の学会のネットワークはあったんですけど、工学部門の方とのジョイント第1弾を狙って、これをこう企画しました。で工学部門の方でも工学関係の方もいろんなことをやはり教育にとかいろんな教育政策に対していろんな提言を出されている団体がありますので、やはりちょっとこれはオールジャパンでやっていかないと、先ほどの地球あの環境の非常にグローバルな問題とか、あとはですね、中国とか、それから韓国、インド、東南アジアを含めて、世界を含めて、やっぱり将来ですね、科学、それからテクノロジーの分野でも国際競争力を保っていかないと、現状だったら自輪だぞっていうすごい危機意識があって、それでちょっと一回まずいろんなことを話し合ってみようよっていうのを考えます。で、そういったことを通じてですね、まあ、理数系教育とか、それから、まあ、今この我々で言いますと地球惑星科学教育っていうやつをもう一回こう見直して、みんながですね、やっぱりこうどうやったら良くなるのかなっていう視点を持っていただく、そういうことをご理解いただいて、ぜひそれにご参加いただければありがたいなと思っております。はい、以上です。質問コメントありましたらお願いします。どなたか。いかがでしょうか。はい、宣伝の重要性っていうのはすごい共感するんですけど、実際にその今やってらっしゃる宣伝
の具体的なものであるとか、あるいはそのこういう宣伝をやったらこの人に響くんじゃないかとか、そこの辺の具体的なことがあったら教えていただけますか。ありがとうございます。非常にいいご指摘なんですが、宣伝をやりましょうと。で、例えばこういうようなですね、こういう女子高生この夏の学校なんていう、女子中高生夏の学校なんていうのは、私はだから一つのこれはもう完全なプロモーションだと思って行ったんです。ですからそういう視点でみんなが行動していくと、かなりこの業界というかこれが盛り上がっていくんじゃないのかなって。それをちょっとまあそのまだまだね、皆さんそういう感覚になかなかなれないので、で特に研究者の方たちはなかなか それ理解していただけないので、だからそれを少しでもこう盛り上げていかなくちゃいけないなということの提案であります。はい、提案であります。だから今後そういう発想でみんなが動いていけば、あ、やっぱり地学面白いよね、大事だよね、まあ、どっかで勉強してみたいね、大学行ってその一般教養的なあれでもなんとか、そのそういったものがあれば、あ、じゃあ取ってみようかな、そういうモチベーションが子どもたちとか大学生に生まれてくればいいんじゃないかっていう私の一つの提案があります。よろしいですか。他何でございますか。今さっきの、女の子の会で早稲田の女の子で高木春香の子、そうですそうです、高木春香というのはジャムステックに練習するものすごく優秀な女の子で、彼女はどういう反応をしましたか。やってよかった、楽しかった。もちろん。そうですか。もちろん彼女はすごい、すごいって人なんですけど、すごいです。あ、そうですか。だから知ってるから、それで私が言ってました。ありがとうございます。はい、他何でございますか。はい、じゃあ今日はなんか厳しい時間が厳しくないようなので、最初から調査しないといけないので、じゃあこれで畠山さんの発表を、はい、ありがとうございました。
でまず学習指導要領が変わるってどういうことかっていうと、こういうふうに劇的に、まあ、よく変わればですよ、まあ、劇的にこう地学を選択するものが増えるということですよね。で今までは10人に1人も見なかった、14人に1人ぐらいしか地学を学ばなかったのが、4人に1人学ぶようになったという、そういう、劇的な変化であります。で、まあ、こういうことが今はだから非常に追い風が吹いているわけですけども、じゃあ次どうするんですかというのは、まあ、我々もうすぐ考えなくちゃいけないことでありまして、で、今までですね、学習指導要領が大体10年に1遍ずつ、変わってまいりました。で昨日も出てましたけど、ここがだから今も黄金時代ですよね。全部足すと15単位ぐらいになって、文化政治全部やると。でこの地学を2単位全員の人が学ぶっていうところの、貯金で、まあ、今まで食いつないできたっていうんでしょうかがあると思います。でそれを経てからもうここから先はですね、後でも話しますけど、中学と高校で学ぶの中身減る一方です。でそういう中で、1982年の時から理解値という、総合科目ができて、それ以来、まあ、赤字で示したものが総合科目ですけども、総合科目がすごく効果が出ていると。それに対してあと物価政治の、まあ、1円だったり B になったり1になったり E になったりいろいろ変わるわけですけども、各科目の、があると。それの置き方が常にこう、まあ、問題になっているこの30年くらいだったというふうに、まとめることができるかと思います。さて、どうしてこういうふうに、まあ、いろいろ変わるのかというと、やっぱりそれを、司っているとか支配している観点がありまして、まあ、それが高等学校というのはどういうことなのという言い付けそのものだと思うんですけれども、から、変わるものと変わらないものというのがあるんだろうと思います。それでまず中学の理科との内容の積み分けということで、どこまでを中学でやり、どこから高校でやるのかということもあるし、それから、生徒の多様性というキーワードで、非常に選択科目が増えた時期があって、それをずっと引きずっています。それから、科学的素養、あるいは、まあ、これ数学的素養とか、社会、地理的な素養とか、どこもみんなそういう素養が、まあ、あるわけですけども、理科については、どこまでを国民共通に持ったらいいのか、そういう必要性、それから、まあ、それを、実際に教科書ができて現場で教えるのは現場の高校教員でありますから、それの体制やら意識というのがあって、こういうものに、まあ、学習指導要領の科目設置というのは影響を受けているんだということになります。で、まあ、ここに書きましたけど、前の3つはいろいろ変わってきましたけども、現場で進めていて、この高校現場の教員の体制意識というのはずっと一貫して変わらないなという、そんなことを思っているわけです。で、総合科目を見てみますと、理解値ができたのは1982年で、僕より1個下からが理解値でした。だから僕より上の方っていうのは理解値を取ってないんだろうと思います。で、この理解値は、まあ、これ全員必修ですから修率が 100% で、各分野の文化選手の各分野が割と独立してて寄せ集めみたいな、そういう科目で、最初の3年間はセンターで、実施されてましたけど、いつの間にかなくなってしまって、でその後次では総合理科というのができて、これは履修率数パーセント、教科書1社しかありませんでした。もちろんセンターにもありません。それからその次がですね、理科総合 AB と理科基礎って3つの中から1つ取んなさいというふうになって、理科総合 A と B と基礎の割合は、まあ、こんだけの割合で、でこのところで一番問題になったのは必修の問題事件があったのが一番大きなことなんだろうなというふうに感じています。でこれはセンターの科目になりました。でそれから現在がですね、科学人間生活ということで、去年の中、昨日の中島さんの話だと4割近いと言いましたけど、3割から4割ぐらいの高校生が取っていて、日常生活や社会との関連を重視したもの、これはやっぱりセンターの科目になっていません。で、こう考えてみますと、まあ、4科目の内容を含む、必修総合科目っていうのは、まあ、理解値がここでちょろっとありましたけど、それ以降はまあないということですよね。そうすると共通の科目がリテラシーを高校で育成するというのは、まあ、不要なんだなっていう考えでずっと、来てるんだというふうに、読み解きました。で、必修総合科目の意義の変遷でありますけれども、過去はですね、指導要領の生鮮とか厳選とかといって中身がどん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 学ぶ中身がどん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 減ってきました。で中学で学ぶ中身が減るとどうなるかというと、それが高校に上がってくるわけですね。で、この30年間はずっとそれをやって、中学の積み残しを高校で学ぶに際して、まあ、総合科目があったというふうに、考えています。
で現在は中学の教科書もうんと厚くなりました。こんなに教えられるかいなっていう、そのぐらい厚くなりました。そういう意味では中学理科の充実っていうか、まあ元に戻ったというか、でそういう中で、今まで一貫して追わされてきた中学で学ばなかったものを高校で学ぶための総合的な理科というのは、まあ、役割が、まあ、なくなったわけですね。でそういう時期にあって今後は、まあ、理科について言えば科学的判断ができる市民の共通のリテラシー育成ということで、まあ、非専門家のための理科にシフトしていくのかなという、そんなことを考えているわけです。でさて、ただすごく簡単にこのみんなが共通に学ぶ科目ができるかというとせめぎ合いなんですね。まず、中学以上の理科の内容というのは全員に施す必要というのはあるんですか。つまり高校の進学率は 98% になりましたけど、さらにそのベースで同じことをやる必要があるんですかって議論もあるし、それから議論もありましたけど、高校の理科の、カリキュラムは非常に過密なんですね。でそういう過密の中で、ですからもう中学までで十分だから、それをベースに、専門家を作るであれば、作られ限られて非常に少ない時間をやっぱりもっと専門家養成にやってよいって、高校なんだからこそ義務教育なんじゃないんだからこそ専門に極めればいいんじゃないかっていう考えも根強くあるわけです。それからですね、もう一つは、これがまあでっかいわけなんですけども、高校というのは非常に各科目主義であります。でしたがって、自分の科目以外というのはやっぱりどちらかというとできれば遠慮したいというそういう発想なわけです、高校教育。でただ地学の教員というのはそのことを言うと飯が食えないので我々は何度もやるわけですけれども、物理や科学の先生というのはかなりそういう意識が強くですね、もし4科目の内容を総合科目を教えなくちゃいけないとなるとものすごい負担になるんですよね。そこから教員研修や養成にかかる大問題なので、そんな簡単に明日からじゃあお願いしますというわけにいかない現実もあるわけです。で、半分くらいの時間を使ってですね、こんな話をずっとしてきたんですけど、これはやっぱり今回の講演のベースとなる議論だということで皆さんに分かっていただきたく、お話をしました。さて、我々 JP 自由の教育、検討委員会としてどんなことをやってきたかというと10年前に、教養理科っていうのを、提案しました。でこの時はこういう質理中の総合判断ができるという情報を得ていて、じゃあそれに対応して違う系として何ができるかって言って作ったのがこの教養理科ということであります。ただ本当に10年前は先ほどにも申し上げましたけども、もう手探り状態でどこをどうつついてどうやったらいいかなと全く分かりませんでしたから、まあ非常にロスもあったし労働巡りなんかもしながらも、まあ教養理科を作りその後の活動をしていったわけです。で、でそうこうしているうちにですね、2012年、理科と数学について今の学習指導量が始まった年でありますけれども、もう次を考えなくちゃいけないとということで、まあ、学習会ということでですね、この会を持ちました。で何をしたかっていうと、今の学習指導量を作っているときに、我々は教養理科を提言したりその後いろんなこと言ったわけですけれども、実際に我々にやったことっていうのはまとめてたんですかっていうのをですね、時系列で整理することによって考えてみようというそういう会でありました。で33名の参加がありましたけれども、で学習会の成果ということ でこっちはですね、実はその時の担当の、教科調査官の田代さんがみんなまとめてくれたんですけれども、でこっちをそれに合わせて我々は何やったかと盛り込んだこういう表にまとめてみたわけです。で青は先ほどの我々がやった教養理科が、まあ、ここに来ますよという事例なんですけれども、そうすると、まあ、割とある程度いい線に行ったところもあるけど思いっきり努力した割には外したなとかっていうそういうことが分かってきたわけです。でその時、田代さんが何をやったかっていうと、まあ減災や防災に地学が役立つってことを、まあ、データで示してください。それから、地学教育の必要性を、文科省の人に理解してもらい、それから JPGU をもっと宣伝してくださいと、ぜひ JPGU の、地学系の意見の相違ってな形で文科省に起こしてくださいと、だからいつどうなってもいいように準備をしてくださいってことを言われたわけなんですね。で、次の年にですね、今度は、1年後にですね、去年ですか、シンポジウムを行いました。でその時は高校の科目設定っていうのは、現在のように物価政治が、まあ、形式的には対等なんですね。州立の差はもっとありますけれども、でそういう中で現行のように、やるのがいいのか、それとも必修の科目を作ってその中に地学を盛り込んだ方がいいのか、まあ、これとこれはまあ対立概念になりますけど、
それからあともう一つは環境教育や防災教育についても言及して、それも取り込んで何か新しい科目を作るのか、そういう3つの観点でですね、議論を、して皆さんから意見をいただきました。でこの後出てきますけども、今年 A 案、B 案、C 案という、それからこの後ですね、GPGU の関係から3人、この案を具体的な案を説明していただきますけども、それのベースになった議論がこのシンポジウムで行われたわけです。はい、でその時、まあ、いろんな問題が出たんですけども、結局近くの病院が少ないので何をやるのか、誰が教えるのか、それからやっぱり社会からどんなことが我々言われてるの、それからもう一つは私学っていう科目名でいいのっていう、そういう話ですね。それから昨日の中山さんで言ってましたけど、今の私学基礎っていうのは盛り込みすぎちゃって、仕組みがなくて項目の羅列になってるから、それは何とかしなくちゃいけないよっていう、そういう話が、出てまいりました。それでその後ですね、まあ、いろんなところでいろんな影響が我々にも聞こえてくるんですけど、一つは去年のサイエンスアゴラであった、理科学んで何になるのって、でそれは社会が認知してくれなかったら、それは一人弱いでしょっていうのにしても、この回で、話されました。それから、中教審で先ほど片山さんも言ってましたけど、盛んに言われていたのが、全ての生徒に共通に身につけさせる資質能力、その中心は何なんだ、それから高校教育の質の保障、それからその評価としての到達です、こんなことを、まあ、中教審でやってるわけですね。でそんなことを考えながら、今年の、連合大会では、パブリックセッションで、この後出てくる A 案、B 案、C 案というのを、まあ、提案したわけです。でそれは、どんな科目の形式が、提言で出てきてもですね、パッと対応できるように、まあなるべく幅広く持っておいた方がいいと思って3つこんなことをやってみたんです。はい、でシンポジウムでは100人を超える参加者があって、やっぱり指導要領の改定がひたひたと近づいてきたんだなという感じです。でこんなようなですね、意見があって、先ほどもありましたけど、チリとの連携もこれを機会に始めることにしました。でじゃあ要するにどんなことやってるかということなんですけども、全てを知ってるわけではありませんけども、天文系、天文には天文空教育研究会というのがございまして、そことのワーキンググループの動きですけれども、ここはですね、やっぱり総合的な必修科目の提案を、目論んでいます。で、参考はイギリスの必修理科を参考にしていて、で日本との今の基礎科目の絡みで言えば、科学と生物と地学は現行の基礎科目の内容がかなり入っています。で物理は力学やっちゃって、機械や熱や原子力の利用という、日常生活に関わるような内容でいこうと。それから科学についての考えというのを身につける、例えばデータの見方であるとか、それからリスクであるとか、こんなことを学ばせるという科目を考えている。それから、学術会議の方では僕も委員で周りが参加してるんですけども、やっぱりそうやっても必修の総合的な理科科目を提言する方向です。で専門を理科としない、理科を専門としない8割の普通の高校生にどんな力をつけさせるんですかというのが議論の中心になっています。それから、同じ学術会議ですね、地理歴史についても、これはもう我々が先んじてるんですけども、もう3年も前に日本史と世界史を統合して歴史の基礎から地理基礎っていう科目を作り、これを全員に施しましょうと。で、ここで言われているのは知識詰め込み型から思考力育成型の教育に促進するんだと、そんなこと言っています。で我々と同じところを言ってるのは、まあ高校生が共通の似たら死を持とうよっていうことと、それから、知識ではなくて使える力っていう強力というんですか、そういうことがやっぱり共通の話題として出てるなというのが今の流れなのかなというふうに思います。でまとめですけれども、こうやって考えてみますと、いよいよですね、共通している修科目の設置の時期が来たのかなという気もしますし、ただそれで現場がそれを教えることを考えると、そんなすんなりに来そうにないなという感じがします。じゃあ我々としてはどっちがいいのかなというのを考える必要があるかと。から共通で言われているのは、知識の量じゃなくて活用する能力であるということ、それからやっぱり、国民全体の幸福や安全と発展に寄与する理科の中身は何なのかっていうのはやっぱり見てなくちゃいけないし、じゃあ地学はそのそれのどういう部分を担えるのっていう、そういうことを我々考えなくちゃいけないんだろうなというふうに思います。それから、まあ、最後にですね、我々こういう活動してるんですけど、なかなか、人手が足らなくて、もっといろんな人にいろんな意見を
頑張りいただけるようなご協力いただけることがありがたいかな、そんなことを感じております。以上です。はい、どうもありがとうございました。知識の量じゃなくて活用する能力っていうのはすごく共感するんですけど、実際にその、まあ、なんかトライして変えてみてこういうふうに活用する能力がついたなっていう学生さんとかっていうのはすでに体験としてあれば、そういうのを具体的に教えていただけたらと思うんですけど、ですね、やっぱりこれって言うのは簡単なんですけど、例えば1時間の授業で40人になっていて、それにこういう能力をつけさせようと思ったら実験実習やるとか、まめにこの議論をするとかってそういうことをしなくちゃですよね。だから、例えば SSH だとかそういう特別な限られた高校生の中ではこういうことができつつあるかもしれませんけど、いわゆる我々がかけなきゃいけないのは国民全体にこう施すって、そういう時にこれを実現するのは多分相当難しいんだろうなっていうふうには思っています。だから限られた部活動とかそういう中ではこういうこともやりつつあるのかな。相当難しいっていうのは僕からすると、はい、かなり不可能に思えてしまうんですけど、難しいけどできるとお考えですか？やらなくちゃいけないんだと思いますけど、それにはいろんな条件整備が必要で、例えば40人の、人間を実験や実習をさせてレポートを書かせてとかっていう時に我々にそれだけで余裕なり何なりがあるかっていう、でそういうのも解決していかないとなかなかいや、はい、おっしゃることは分かるんですけど、それができれば大丈夫だとは思うんですけど、今の現状からすると、はい、まあ、できないっていうハードルが4つぐらいあってですね、その、まあ、マンパワーもそうですし、そもそも教科として選択されていないっていう現実も乗り換えなきゃいけないしっていう、まあ、かなり重たいハードルが3つ4つあって、でそれを全部超えなきゃいけないのかという気がしていて、そうじゃなくて、まあ、例えばその一つの例は SSH みたいなのがあって、もうすでにその、まあ、光が見えつつあるところに逆に少ないマンパワーを投入してもっとそっちを伸ばす方向に行くっていうのも一つの手かなとは思うんですよ。でそれが一つの戦略っていう意味でもあると思うんですけど、それをその広げることに頑張るか、その今とりあえず確保した SSH みたいなこうお宝みたいなものを磨いていく方に戦略を取るかっていうのは結構大きな分かれ道なんじゃないかなって気がするんですけど、僕個人としては、はい、僕限られた子が打つ賢くなっても、はい、その他大勢がダメだったらダメだと思うので、はい、その他大勢の底上げが必要だと僕は個人的には思ってます。なるほど。それはやっぱり教室で一人の教師が語るっていうこの授業の体系の中で実現しなきゃいけないの でそれはかなり大変だけど、でも明治以来そういう教育をずっとしてきたわけですよね。どっかで転換しなかったら多分我々の国って人しかいないんだから、だからそれはどこかでやることなんだろうなというふうに思ってますけども、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、非常に難しいというか重い、ありがとうございます。はい、どうぞ。その知識の量というと活用する能力というのは、まあ、知識の方が多いわいいみたいなこと、実は活用する能力も実はなんかそういろんな訓練繰り返し、例えば数学の問題をいっぱい解いたり、実際実験で手を動かしてとか、要は訓練の時間を出たりとかですね。ですから、まあ、その講義のやり方というか、それがもうガラッと変わらないと、場合によっては今ちょっとその途中引っかかったの物理はこういいみたいなのがあったんですけど、ね、例えば物理の問題っていうのはやっぱりなんか何回も解いて結局同じようなことなんだけど、それを繰り返しやってるうちに何か理解する、そういうのは結構大切なの。要は、まあ、昔の呼び方相談みたいなのも高校でやればやるべきんじゃないかなと思うんですよ。これ大学ももしかしたら同じかもですね。実験とかっていうのは同じようなことを繰り返してやって、その人が、その辺の教えるっていうか、一方的か、要は学生やって動かすかっていうのは非常に重要かなと思います。どう思います？でそういうことをやるにはやっぱり我々自身になかなか余裕がないと難しいところもあり、またそれに戻っちゃうんですけど、あとは教える中身がぐっと減れば、
教える感覚ってどこから来るかっていうと、ある意味大学入試から降りてくるところいつもそうなっちゃうんだけど、だけど例えばそれこそ数学にしろそれなりに覚えがたくさんあって訓練であったそしたらやっぱり自学にそういうふうなことでたくさん書いてあるんじゃなくてわずかなことを繰り返して覚えてる。コメントいいですか。はい、先生、はい、ちょっと今誤解があるようで、宮島さんだったとか言って活用する能力っていうのはそういう意味じゃないんですよ。その訓練をして何かを使っていこうという能力は教育の世界ですね。それは知識の部分です。いや、それは分かるんですけどね、実は使っていこうというのはそういう訓練がないとそこが元で使えるようになるんだ。ですから例えばなんかその数学にしろ足したとかなんかという能力がないと実は使える力にはならない、はいはい、今おっしゃってるのは例えばですね、ちょっと私言っていいのかわからないですけど例えばなんかデータを取ってグラフで返してこれはどういうあれなのかといった時に、まずグラフの書き方からそれからそのデータから何を読み取るかで、そういうのは何も知らないと生徒も全くデタラメに読み取ってやるわけです、うん、だからそれを我々はもう赤ペン持ってでもうコメント書きながら線もこうやって出しながらやって、そういうのを何回も何回もやっていくとデータっていうのはこうやって見るんだとかこうやって整理するんだっていう能力が身についてくるわけです。そうするとまた次の段階、今度はそれから何を見出すことができるかっていう能力というようなところに振っていけるんですけども、その最初の赤ペンを振ってこう直すっていうのをですね、これ何回も何回も実は我々やらなくちゃいけないんですよ。でそれがやっぱり結構しんどいですよね。正直今の学校現場ではなかなかじっくりね、あれだからもうめんどくさいから私はあんまいいやんオッケーオッケーオッケーダメなやつだけ読んでっていうようにこうなっちゃうわけですよね。はい、まあ、結局あとか科学哲学、例えば弁証法的な見方とかそういった哲学をどこで教えるのか教え込むのかという、ただ単に今はもう知識だから教科書載っていることは全て正しいというもとにですねやってるんだけども、それには例えばアンチテーゼだってそうでない可能性もあるとか、そういった哲学科学哲学をどこで教えるかというところが、まあ、高校なのか、まあ、大学なのか、そういったところが、必要になってくるんじゃないかなというふうに思っています。で大学の方も、まあ、そういう、まあ、高校から上がってきた学生というのは本当に、まあ、先ほど言われたように素直で、掃除曲線を書かせると折れ線グラフで書いてくるんですね。一つずつつないで、でそういう一つのデータに、誤差が入っている誤差というのを知らないというか、うん、教えても なんか全然気づ分かってくれないとかですね、そういう少しもあの自然界のもう物の見方というのを教える必要があるのかなと思います。でもしそういうのは大体の総合の基準科目を作るとその除雪みたいなものを書いてあるんですけど、もしできたとしても多分聞くと飛ばして中身行っちゃうから、うん、そういうベースになるその話ってなかなか根付かない、うん、今までも。だから先生おっしゃるようにそういうのあってこそサイエンスのカードだと思うんだけど、それをどっかで盛り込むのが本当に重要だと思います、ね、うん、そういう意識に現場の教員がならないと真っ先に飛ばされちゃうとはそういうことなんですよ、うん、はい、じゃあちょっと議論は尽きないと思うんですが、もうちょっと10分近く超過しましたの、ね、でじゃあ次、いただいております宮島さん、どうもありがとうございました。じゃあ次はですね